原宿です。イラストレーターの室京寿司です。はい、キムチ1位。わー、来たー、久しぶりに来たー。すいません、急にもうコーナー名を叫んでしまったんで、今日はもう死の子の言わずに決めたらええんやですわ。いや、もう忘れてたわ正直全員忘れてたわ。全員忘れてる、ね、もうないんだろうなと思ってたね。きっとゼロからのスタートも同然になったかもしれないですけど、これね、去年の年末からちょっと始めたんですけど、もうちょっと1からに近い状態で説明すると、はい、もうしてください。まあ、キムチが僕とお寿司さん好きだと、なんで、でも本当にうまいキムチに出会ってないんじゃないかっていうことに話になったんですね。そうなんだよね。ベストのキムチ、自分にとってベストのキムチを探す努力もせずに、この30歳後半まで来ちゃったんじゃないか、それを解決するためにベストのキムチを探そうと、それがキムチ1位ですはい、その通りですわ。まあ、ただおっさんがキムチをかじっていくっていうだけの企画なんですけど、一つ一つ戦わせていくわけですよ、このキムチを。うん、そうですね。二つあったら、どっちか、こっちの方がうまい、シンプル、うまいと思った方を残そう、で次のキムチが来る。そうこの繰り返しをしていくと、もう 100% ベストのキムチが現れるわけです。 100% こんなシンプルな数学ないよね。これをもう世界中のキムチやるまで生きていれば 100% ベストのキムチにたどり着ける、その少しずつ石を積んで山にしていくような作業を今始めてるっていうところです。実はね、密かにやってるんですよ今なんだっけ、今1位なんでしたっけ。今はね、ちょっと今、問題が起こってまして。お、何ですか、そんなんか問題あったっけ。今その一つずつ戦わせていこうみたいな話なんですけど、もうすでに決めれてないっていう、まだ2回ぐらいしかやってないよね。2回ぐらいしかやってないんですけど、その時点ですでに決めれてないっていう状態になってしまって。あ、そうだったそうだった、で2つのキムチが今生き残っているわけです、思い出した思い出した。それが、成城石井、厳選素材使用キムチ。あの成城石井ですよ、ね、高級スーパー成城石井で売ってるキムチ、これ原宿さんが1位だね。これは僕今のところ一番うまいかなと思ってました、当時、でもう一つが、まあ、これはちょっとおなじみ、ジョジョ園キムチ。ジョジョ園キムチ、これは俺の一押しです。株式会社ピックルスさんの、あの高級焼肉店、ジョジョ園とタッグを組んだジョジョ園キムチ、これもまあうまいなと。うまかった、まあ、これ結構スーパーで並んでるキムチの中では割と高級路線みたいな、感じなんですけど、これは今お寿司さんが1位だと。そうですね、確か。なんかもう偉いもんでさ、年をまたぐとさ、こうなんか全然気分が変わってて、あんまキムチ食いたくねえなっていうような、気分俺なんかジョジョ園キムチ見ても全然今テンション上がんないんだけどどうしたらいいかな。奇遇ですね、もしかして僕ももうやばいだ企画自体やばいじゃね、これそんなに今キムチ食いたくないな。なんだろうね、あの時結構食いたかったよね。あの時はもういくらでもキムチ食えるじゃんっていう気持ちだったんですけど、なんで年末って今こうしてみるとなんでこんなこと始めちゃったのかなっていう気持ちが魅力がでもちょっと食ってみたら多分またそう思い出すんじゃない。だこれまあ、前回、この成城石井キムチとジョジョ園キムチが残ってしまって、で僕とお寿司さんで票が割れてしまったと。そうなんですよね。でそこで本当はどっちかに決めなきゃいけなかったんだけど、まあ、あえてもう2つ残してみようかと、序盤も序盤だし、そうだね、ここで削るっていう冒険するよりはこの2つを保留して次のキムチと比べようみたいな感じになったんで、いやこれは英断だったと思いますね、なんで今日はこの成城石井キムチ、ジョジョ園キムチ VS、おなんだなんだ、次新しいの2つ、お2つも持ってきました。じゃあその1個目いきなりもういきましょう。あ、なんですか。はい、今日三越で買ってきました。あの高級デパート、老舗高級百貨店三越のデパ地下で、おー、ついに三越まで手を伸ばしたか。買いました。はいはいはい、はい、まあ、恵比寿、ちょっとあの恵比寿って駅にね三越があるんですけどはい、はい、そこのデパ地下であの量り売りでね買うキムチですよ。なんかね、パッケージがないんですよ。
そうそう、だから内容量も書いてねえんだ材料も分かんない、一切材料分かんない、すごいねこれ。あ、こう、そうか、こういうことか、量り売りで買うって、うん、ってことはこれはもう三越でしか買えないってことだね。まあそのデパ地下にあったキムチを買って、うん、もうデパ地下だからうまいだろうって思って、うん、うんうんうん、確かにちょっとデパ地下のキムチはちょっと食ってみたいです、うん、そう、なんでちょっと内容何が入ってるのか謎なんですけど、うん、これと、はい、ジョジョ園成城石戦おうじゃないかと。多いっすね、これを早速やっていきましょうか。行きますか。じゃあ何から食べますか。いやこれまあ本当にね、もう一切忘れてるんですよ。本当覚えてない。ジョジョ園とその成城石がうまかったのかも覚えてないし。やるたびに忘れるんですけど。開けましょう。正直なんかそんなうまかったっけみたいな気持ちにもなくて、ね、もし体調で左右されるとするのであれば、うん、これ大きく問題だよこれは。いやうまいのかなキムチって。いやこれ下手したらま全然うまくない可能性ある。ね、うん。その時はもう終わろう。終わろう潔くね。うん、一回じゃあちょっと思い出しターンにしますか。あ、そうですね。じゃあまずジョジョ園を思い出そう、うん、はい。じゃあジョジョ園思い出しキムチいただきます。いやちょっとやっぱうまそうだな、うん、うめっ嘘あーこれこれこれうめっ、うまっ、すげえうまいじゃん。これよこれよ。え、去年よりうまくなったうまっ。あ、これこれうまい、うまいうまい。これ絶対さ前回やった時よりうまい、うん、はいはい、そう、なんか前回買ったジョジョ園キムチさ、うん、ちょっと酸っぱくなかった。そうそうそう、あれやっぱちょっとさ品質変わるのかも、うん、コンディションで。なんでだろう、別になんかそんな賞味期限とかもなかったんだけどな。これめっちゃうまいジョジョ園キムチですね、うん、当たり外れあるってことあるかもしれないパッケージで。でもこれ最初に食ったのこんな感じだったし、うん、ポテンシャルはこれですよ。これうまい、甘いし、うん、旨味もしっかりねついてる。でなんかね白菜の味もちゃんと。いやこれはうまいわ、これはうまい、うん、もっといっぱい食いたくなっちゃうあんまり食うとさ本当にあの気持ち悪くなるんでそうなんだよな。じゃあ、いや行こう、成城石行こう。いや今日のジョジョ園強いぞこれ、うん、俺ちょっとびっくりしたぐらいうまいわこれ。これは強い。これジョジョ園キムチの中でもめちゃくちゃな当たり引いてる可能性あるキラキラこれキラキラだこれ。いやいやいや、これまあまあまあキラ平均よりやっぱ上なんですよ。これうまいな。じゃあ次成城石を思い出そう。さすがにこれには勝てないでしょ。成城石はねあれなんですよ、うん、特徴としては、うん、なんだっけ、そうパインシロップ漬けが入ってるっていうね大きな特徴がある。そっかそっか、パインシロップ漬けですよそれキムチに入れるかねっていう、うん、確かに。そうそう、結構ね会社によってだいぶ味付けとか違ったりするんですよね、うんうん、ジョジョ園キムチはアミの塩辛出た、アミの塩辛、あとリンゴね、あーリンゴね、こっち甘みをリンゴで出してたりするんですけど、まあ割とオーソドックスな味付けだ。そう、リンゴはオーソドックスなんですけど、このパインシロップ漬けっていう成城石井の材料はねなかなかないんですよね、うんうんうん、これなんでジョジョ園にしたんだっけな。ちょっと成城それも含めて思い出そう、うん、じゃあ成城石井の思い出しキムチをいただきます。ああなるほど、ああやっぱ全然違うわ。全然違う、うん、やっぱ 甘みがあるね。もう俺どっちが好きかすぐ決まってる今のとこ。そんな、うん、いやーなるほどな。あ、成城石こうだったっけ。いやなんかちょっとこんな味だったっけっていうなんかちょっと思い出がないんだけど、この日によって全然違うなキムチって。僕は成城石だったんですよね前回、うん、こうだったかな。あれこうだったっけいやこんなんじゃなかったよね。なんかすごいですねキムチって、うん、味の目まぐるしく味が変わっていっているような、ね、こんな変わるんだったら何買っていいんだよって感じするけど、すごいねこんな変わるんだ。じゃあここに、まあ、今思い出したところでね、はいはいはい、また新キムチ、はい、新キムチ、三越デパ地下キムチがどう来るかですよ、ええ、ここに。いや三越デパ地下のこの面構え、うん、いやなんか見た目結構うまそうな品を醸し出してますよ。いや三越ですからね、そらでしょ、そらね、そらです、目利きが
ね、いやもうほんとバイヤーがねちゃんといてさ三越のキムチソムリエがね、ソムリエがちゃんと選んで、うん、これだっていうのを買ってきてるわけですから、うん、買ってきてるとかそこで作ってんじゃないのこれがね、うん、そこそこのレベルじゃなかったらやっぱおかしいわけですからね。おかしい、絶対おかしいですよ。じゃあ三越のデパ地下行きましょう。買ったキムチいただきます。あ、なんかしっかりしてる、気品があるね、気品が。なるほど。おお、なんだこれ、ちょっと待ってくれ、ちょっとむずいな。うまい。いや、うまい、うまいのは間違いないですね、うん、うまいのは間違いないけど、ちょっとむずいな。なんかここに来るかってすごい今ここに来てほしくないっていうか、その難しさっていう意味でね、うん、ああなるほどね、難しさっていう意味で、うん、あ、ここ、うん、ここに放り込まれたかみたいなそうそうそう、確かに本当そうだわ、うん、この苦しさね。あ、分かる分かる、お前食ってる2人にしか分かんないけど分かるな。でもなんかちょっと成城石に方面的には似てる気がするな。そうかもね、うん、そんなに辛くないですね、三越キムチは、ね、甘みの方がむしろ、うん、これでもデパートのさ漬物屋だから、うん、そのあれなんですよ、吹きさらし、吹きさらしって言っちゃうとおかしいんだけどさだいぶおかしい、なんて言えばいいんだろう、あのもうママをさ、うん、もうドンって通路に面したところにもうドンってあ、そうなんだ、キムチ乗ってて、それを店の人がハサミでチョキチョキチョキって切って、はい、100g みたいな売り方、量り売りしてる。はあ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 、へえ、そういうのなんだ。だからそのデパートの風も浴びてるわけですよ、ね、このキムチは。じゃあもう金持ちの、金持ちの息がもう遺伝子がここにもう全部溜まっていってる、うん、マジか、うん、少し三越の三越のやつの金持ちの DNA と金が全部どんどんまずそうになってくるんだけど三越のいやー参ったなーこれでもやっぱ俺結局自分の好みでしか決めらんないけど、はいはい、やっぱ方向性が見えてきましたね、はい、僕はちょっともうワンターンしていいですか。あ、ぜひ。あの、ね、僕じゃあちょっと、あ、なんですか、ただターンを重ねれば重ねるほど、うん、どんどん迷路に迷い込んでいくんで、これはやっぱできたら一発目で決めたいんですよ、うん、これは、うん、これは俺今ね確認のためにちょっといろいろと、はい、成城石井とか食べます、はい、食べてますけど、うん、もうちょっとだんだん決まってます。あ、決まったもん、はい、決まってます。じゃあ俺もちょっと決めなきゃな。ここでもう一個にしよう、今日はここに1個にしようか、絞って、うん、でもう一つあるんで、うん、はい、そのもう一つで最後に。なるほど、まずここから1個選ぼう。成城石井、叙々苑、三越から1個選ぼう。うんうん、もう俺完全決まりました。決まった、僕も決まりました。じゃあせーのでいきますか。この三つどもえね、3つから1つをせーので選びましょう。はい、せーの、叙々苑キムチ。やっぱりなー絶対そうだと思った。いやー、あのね、うん、ちょっと一個言っていいですか。どうぞ。今日のジョジョ園、うん、キラだいや、これなんだって、ジョジョ園の。ジョジョが、このジョジョ園キムチ、うん、めちゃくちゃ当たりだと思う。マジで、確かに。むちゃくちゃうまい。うん、むちゃくちゃうまいね、これ。うん、これ多分、もう一生これ変えることない。そんぐらいのレベルだわ、うん。この気持ちちゃんと覚えてないと忘れるけどね。でも前回さ、こんな、いや、こんなじゃなかった、絶対おかしいよね、うん、いや、全然違うもんな。いや、なんかね、今回の白菜の葉っぱの部分も、うん、すっごいいいとこ使ってる気がするし、仕入れの段階のあれじゃない、これ。仕入れで消したんじゃない、多分。あ、そうかもしれない、うん、これすごいね。いや、このキムチは本当は店に出すべきところ間違えてパックに入っちゃった、うん、なるほど、うん、あの本当は高級店に行くはずが、有限店行くべきだった、有限店行くはずが間違えてパックに詰められちゃった、そういうぐらいの感じですね。あ、じゃあなんかお年玉のキムチだね、その、うん、貴族の子供がさ間違ってなんか取り違えられてそうだそう、うん、貧乏な家に行っちゃったみたいなそんなことが起こりうるってところが、うん、やっぱポテンシャルがすごいんですよ。いや、すごい
めちゃくちゃうまいよこれ。いやマジでうまいですねこれ。これ本当にジョジョ園キムチ？なんか俺間違って買ってない。そんなことない。そんなことない。おかしいな、こんなうまかったっけ。これちょっと写真撮っといた方がいいですよ。いや本当にそう。これこのなんかね、やっぱ見てこの絵面も全然違うもん。新鮮さが。これ俺一生に一回出会えるかどうかのジョジョ園キムチだと思うわ。これこんなことある？正直もうこの後やるまでもないでしょこれ。圧勝。圧勝だと思うわ。そう、いやーこれはマジでね圧勝だって。何がいいんだろう、やっぱでもコク、うん、うまみですかね、やっぱり。なんかなんだろう、なんかね、ちゃんと野菜のうまみが完全に出てる、うん、なんかギュッとしてる感じがする、うん、ちょっと成城石井と三越は言ったらちょっと水っぽいかな、うん、さらっとしてるかなっていう感じが。ちょっと成城石井は甘すぎる気がします。僕はそう、まあジョジョ園キムチも甘いんだけど、甘いのは甘いんだけど、さっぱりした甘さというかね。そうですね、このジョジョ園のねタレの液、なんかこのペースト感がね、うん、結構いいんだよな、好きなんだよな。うまっ。いやこれマジでうまいっすわ。いや今日のジョジョ園キムチおかしい、ちょっとやりすぎ。そんなことやりすぎとかないか、やりすぎてるこれ。これうまいなマジで。歯ごたえ全然違うよね。全然違う、歯ごたえもいいし、うん、なんかちゃんと抵抗感がある歯ごたえっていうか、そう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 、それでいてうまみもいいし、なん、何これ、え、やばな、うまマジで。おかしくない？次買った時ジョジョ園対ジョジョ園とかあ、それももう最終決戦は、ね、違う店でジョジョ園キムチを買ってみて、うん、その2つでやるみたいなこともありうるよ、うん、ありうるありうる、マジで全然違うくらい、うん、いやー分かりました。じゃあ一旦、うん、成城石井のキムチもうまいけど、うん、うまいのはうまいですよ。三越のデパ地下もうまいけど、うん、今日はジョジョ園キムチ、うん、勝ち残りです。いや俺ずっとジョジョ園をしてるから。いやジョジョ園強いね、うん、本当に。いや今後も俺ジョジョ園だな、買うとしたら。いやただ今日はね、えまだまだ分かんないですよ、このままジョジョ園キムチが残るかどうか分かんない。このジョジョ園に勝てるキムチいるんですか。なんともう一キムチあります。長野県金本食品さんの、金本食品さん、はい、信州望月高原契約農場白菜使用、おこだわりキムチ。ほう、なかなかこれね、うん、僕まあいろいろ調べたんですよ、キムチ、おいしいキムチないかなと思って調べてたら、結構これだっていう人がいて。お、そうなの、俺初めて見ましたけど。このキムチの特徴としてはですね、完全無添加。お、無添加、あの添加物一切不使用です。へ、それでいて、うん、原材料を全部国産にこだわっていると。ほう、なんかこだわりはあるみたいですけど、ね、なかなかないらしいんですよ、スーパーとかでは、あの無添加っていうのは。あ、そうなんですか。これはあのジョジョ園キムチのね原材料のとこ見ると、調味料って書いてあって、うん、アミノ酸等っていう書き方をしてるんですけど、はい、これがつまりは食品添加物、なるほどね、その自然のものじゃないやつを入れてるってことなんですよ、ジョジョ園キムチに。ただこの金本食品こだわりキムチは、うん、添加物が一切書いてない、本当に自然の無添加の食品だけを入れて作ってる。まあ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 、だから今まで俺たちがうまいうまい言ってたのは、実は添加物のことをうまいって言ってたのか、うんうん、がこれを食べればわかるんじゃないかなと。なるほどね、こだわりキムチを、そのナチュラルパワーですよね。ナチュラルパワーがもしかしたら上かもしれないと、うん、そう、科学で作られた味じゃない、うんうん、この自然の味がどこまで僕らをうならせるかっていう、そういう勝負になってきますね、うん、これは。うちらも結構食ったから、うん、逆に今こういうものにめちゃくちゃうまいと思うかもしれない、ね、うん、いやそう、わかんないですからね、この対決、うん、完全無添加キムチ VS、うん、ジョジョ園。まあでもどうなんすかね、そのこのね入れ物的にね、もう完全にジョジョ園の勝ちな感じがしますけどね。もう入れ物で言うじゃないですか、でもさ無添加無添加みたいな、うん、
でも結局僕らってもう毒されてるからさ、添加物、うん、添加物やっぱ美味しいって思っちゃうんですよね、うん、まあ、それが悪いことだと言われたらしょうがないけど、うん、やっぱりどうかな、ナチュラルパワーだけでは到達できない。いや、これで勝ったら本当大したもんですよ、マジでね、うん、ズルしてないってことだね。もう本当に優勝でいいですよ。優勝かも。いただこうかな、そのナチュラルパワーとやらを。どこら辺行こうかな。ここら辺、この葉っぱら辺のところをちょっと、さあどこまでね、どこまでやれるかな。あ、なんだこれ。あ、違う、今までと。ああ、ああああ、何これ。えー、こんな感じ。自然ってこんな感じ。はあ、なるほどね。これがキムチなの。本当に無添加ですよ、うん、これが完全なる。なるほど、うん、一言言っていいですか。はい、やりおる。やりおるな。一言言ったな。添加物使わずにやりおるな、うん、確かに、うん、すごいな。いや、美味しいです。いや、うまい、うん、確かに。なんていうのかな、まあ、本当これ言っちゃうと何も言ってないに等しいんですけど、うん、自然。言ってないわ。うん、いや確かに本当に自然って感じすんね。なんかこう刺さるものがないっていうか、うん、でもうまいっていうか、うん、オキアミ的な感じは結構するな。あ、でもイワシ、あの塩辛って書いてありますね。イワシの塩辛が入ってる。イワシの塩辛、ね、だし昆布。あ、昆布も入ってる。うん、アミ、あ、出た、アミ、アミ塩辛ね。やっぱ入ってるんだね。アミ塩辛、あ、イワシ塩辛確かに入ってる。うん、まあ、そこら辺が多いのか。それを全部国産にこだわって、うん、自然の中で育て上げたキムチがこれですよ。うん、いや、俺やってるわ、よくやってるこれ。いやー、すごいっすね。決められますか、自然の力は。これが本来のキムチなのかね。これがやっぱ本来に近い形ってことなのかね。いや、でも韓国のキムチってこんな味じゃないよね。結構やっぱ塩辛っぽい感じが強い気がしますけど、うん、あ、でも確かに、うん、これ食って一回ちょっと叙々苑戻りすると、うん、はい、ビシビシビシってきます。ああ、本当だ。あのピシッピシッピシッってこう下にムチを入れられてるような感じがしますね。うんうんうん、確かにザクってくるよね。うん、そうだね、味がジョジョエンキムチは、ね、なんかあの仮面ライダーの怪人みたいな感じがする、うん、どういうこと。全くそれには全く共感はできないけど。それはもう本当皆さん食ったらわかるから、ちょっと俺の正しいですか。どういうこと。いや、なんかね、うん、まあ、攻撃的というかね。そうですね、いや、アグレッシブに来るなーっていう感じ、うん、ジョジョ園は、うん、で金山食品さんのこだわりキムチは刺してこないですね。いや、もう優しいです。全然刺してこない、うん、転校生みたいな感じですか、うん、その例えもどうなんだろう。優しい転校生みたいな感じです。転校生全部優しいって限らないから。あの全然こうザクザクザクみたいな感じじゃなくて、うん、なんかほわっとこう、そうそうそう、口の中に甘みが広がっていくみたいな。そうそう、長野からやってきた、うん、あの背の低い女の子の転校生ですね。色白でちょっとおっぱいもあって、そうそう、おっぱいもあって、うん、ニコニコ笑ってね、うん、そう、いい子やなと、うん、こんなこと付き合えたらさぞいいんだろうけど、ま、俺には関係ないかみたいなことを思ってたら、そうですよ、結構なんか話しかけてくれたりとかして、あの いきなり席近いですから、ね、うん、まずでなんかちょっと教科書ないから見せてあげたりとかしてるうちに、うんうん、あ、やっぱ可愛いなみたいなんで、あの意を決して学期末に告白したら、うん、すでにサッカー部とかと付き合ってる。最悪じゃん。いや、ただの嫌な思い出じゃん。そういう子かもしれない、うん、そういう子もしかしたらね、うん、ジョジョエンキムチは結構そのもう割とバリバリですよ、バリバリアクティブな、うん、こうバンドとか好きでライブとかめちゃくちゃ行っちゃうみたいな、イケイケのも、うん、だけどあの、うん、実はあの芯がしっかりしてて、うん、しっかりして、ね、優しさがあるんですよ、うん、すげえ頭は良かったりとかして、うん。
何の話？何の話？知らんけど。どんどんキムチを擬人化していやもうどうですか？決まりました？いや僕はもう決まりましたよ。もう。あ本当ですか、うん？いや俺はちょっとね考えましたけど決まりましたわ。はい。ジョジョ園キムチ V.S. かな、金山食品こだわか、すみません、金本食品のこだわりキムチです。うん、よし。よし聞きましょう、うん、まあここで割れる確率も十分ありますけどね、うん、が行ってみましょう、はい、せーのジョジョエンキムチ知ってるわ絶対そうだわいやーうんまジョジョエンキムチうんま、うまいなーでもね本当にそのやっぱ突き刺してくる感じは、うん、ジョジョエンの方があるそうそうそうやっぱ結局うまいのは調味料がやっぱさ結局添加物にやられちゃってんのかな、うん、そうそうそう俺たちは味の素とかうまいんですだからなんかねそのあれですねこだわりキムチの方は、うん、結構ね魚の味がそう魚が残ってます、うん、いやすっごい魚、うん、こんなキムチって魚感っていう、まあ、魚、うん、その網の塩辛とかイワシとかの魚感がうん、割と感じますねめちゃくちゃ感じる、うん、これがまあ好きな人は好きそうだ、ね、だろうけどちょっとやっぱうんっていうのは、うん、キムチにそこまで魚感求めてない気がするんだけどな俺は、うん、これに比べると突き刺すような味とはいえ、うん、ジョジョ園の方がやっぱり選んじゃうかなっていうね正直ね最後試しにうん、ジョジョ園キムチ食った時、うん、うまっと思っていや何これあと今日のジョジョ園はキラっていうのもあります今日このジョジョ園キムチはすごいわ、うん、この一箱はめちゃくちゃ当たりだもん、うん、マジで未だにうめえいやマジ食ってほしいこのジョジョ園キムチ悔しいですよ無添加を選べない自分にいやまあそうしょうがないでしょ無添加選んだ方がさ、うん、ちゃんと分かってらっしゃるみたいなこと言われるじゃないですかやっぱりいやもうそれやっぱその欲を上回る上回ったねジョジョ園がやっぱりね、うん、いやジョジョ園ですねうん強めちゃくちゃ強い1回目からずっとジョジョ園だもん、うん、これはでもしょうがないですねいやもうしょうがないし、うん、これもうほんと1位なんじゃないジョジョ園がねそうかもねもうこれ続けていってもだから、うん皆さんジョジョ園キムチより美味しいキムチをご存知の方がいたら、うん、ぜひご一報いただければ、うん、戦いますんでいやマジでこれ超えるなかなかないと思うんで、うん、勝ったこれを超えるキムチを教えてくれた人に対してはなんかもう、うん、それなりに何か感謝したい確かにこれよりうまいことあるのかな、うん、いやあるんだろうな、まあ、確かにないとは言えないよね、うん、ちょっとこれからもキムチ1位を探す旅が続くんで、うん、たまに ね、うん、いつかは韓国ロケもあり売りますからキムチ1位の旅キムチ1位の旅もあり売りますからねこれはね、それは面白いですね、うんうん、というわけでじゃあ今日はジョジョ園キムチ1位ということで、はい、じゃあまた次回お楽しみに、はい、ありがとうございましたありがとうございましたいやジョジョ園やばいなこれ今日のジョジョ園がちょっとおかしいと思うんだよなこの出来、うん、いやこれうま今年ジョジョ園の当たり年っていうニュースがどっかに出てた